さあ今日は狂乱猫を速攻します。いつかやるとは思ってたけどやるのか。ではゴー。まあ2分かからなければ速攻ということで、中には30秒の速攻もあるんだが、いろいろ考えましたがさすがに無理と判断。ひょっとしたらもっと簡単な方法があるかもだけど、レベルはご承知の通り偏ってます。超激レア優先で育成したツケだな。最初は大狂乱の向き足で雑魚処理。お金が貯まったのでダークダルターナを出します。随分ハイペースだが大丈夫なのか。速攻はね、求められる速度が物を言うの。多少危なくてもメインは積極的に出していかないと。結構怖いことするな。まず最初はダメージを受けて攻撃力を上昇。頃合いになったら貝が到着して壁になるでしょう。まあ攻撃力が倍違えばスピードも変わるよな。攻撃はちゃんと当たってるので心配無用。狂乱の猫の射程は240なので攻撃範囲内です。ここまでは早いんだよな。この後大狂乱にも挑戦するから見ていってくださいな。この動画どうせ短いんだからよ。まとめて編集したらどうだ。それもそうなんだけど、実際にかかる時間とサムネの問題があって別々に編集させていただきます。さてダークダルターナ、自分より射程が短く攻撃範囲内の敵には強いです。すげえ面倒なやつだな。ここでムートを出して一気に決着です。倒し損ねても攻撃に耐えられるからな。こちらの確認では1分36秒でした。もうちょっと早くしてもらいたいところなんだが。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次は大狂乱。